ところどころラジオちょっとうるさかったななんて言や, <laughs> やめれやめれびっくりしたいやところどころラジオですよ、えー、がなりがなり,がなり久しぶりに聞いたらこんな感じなんだいつもやってますよ、えー、なんなら今日うまかったですねとか言わないですか今日,え今日うるさかったなと思ってさあというわけでお願いしますはい今週も、えー、金曜日 FM 那覇より生放送 吉本沖縄芸人の所々ラジオ所てんすけどリオとリチルドレンンンディよろししくお願いしますテショテンション。 スエっていつもいつもスロースターターなんですよてんちゃんはい,んいきなり「入ろう!」って入らま <laughs> ってすぐ行きましょうよいやいやもうやっぱラジオはね聞いてる方はもうテンション上がってほしいですからだって1年間ね、はい、もうあれですよ何ですか12月ですからね言 <laughs> ったら思い残しがないように <laughs>、えー、ところどころラジオ始まりましたえこんな思い残ししかないわいや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 後半お前あれ直樹マンションから思ってる <laughs> いやだったらいいでしょう始まりましたところどころラジオみたいな だったらいいでしょ。都市伝説の話はオッケーでしょ。皆さんこれじゃあ。う,う,、ね、<laughs> う,う,う今の間は自己の間よ。<laughs> <laughs> いやでもねあの今回久々に、はいえー、こうスタジオに来てね。はいお願いします。F.M. のハデ生放送ということで。うん、そうですよ。ねお主が。 私がね、はい、本当そうなんですよ。秘天ミツルギ流を習ってましたね。いやいやコロナにかかってたんでしょう。飛天ミツルギ流も言えてなかったでしょうお前。秘天ミツルギ流を。ええ、はい、お前ルールをしてなかったから。ルールをしてなかった。お前,お前どっちかっつはっ隔離してたから、ね。<laughs> <laughs> 全然いろんなとこ行ってたわけじゃないけどね殺人いやでもまあお騒がせしまして無事ね体調も回復しましてねであのスタジオに復帰することができたらなんと今年あと2回しかないです今日ここはなんかもうずっとリモートのイメージありますもんねだからなどんだけリモートしたんか意外とリモート楽しんでたなリモ率高かったなだってラジオ史上初でしょグッピー紹介あんだぜ 子供もめちゃくちゃ生まれてね一番時間の無駄やれ何がよやラジオだよーしててラジオだよお前が言ってただけだからめちゃくちゃ言っててあいつらラジオ出たグッピー初めてでしょ俺。グッピーが多分鼻高いと思うよお前ラジオ出たみたいな俺本当にさあの会話出てますからね俺本当に思うのがお前もやるけど例えばちっちゃい子にさこんにちはっつったらさお母さんがはいこんにちはっつったらさいやお前が言ってるからなってなるわ 子供ってんよ俺子供に向かって「こんにちは」してんのにお母さん「はいこんにちは」みたいな「いやこれはもう何歳ですか?」って聞いたはい3歳ですね」みたいな「ちいちい俺子供に聞いてる」なんでお前子供に聞く家ないからやってあげてる優しさやんばいお前話しかけんなと思ってるはず子供からしたらお前はママいるからお前らグッピーのんかそのアフレコみたいなグッピーの気持ちになって喋ってみたとかって言うけどグッピーは多分ラジオだよって言ってないよいや言ってるよ 僕らっていつ生まれていつ死ぬのかなってしか思ってないから <laughs> いや思ってないですよ水槽の中で俺来たら餌かなってエ <laughs> <laughs> だと思われてんだ、うん、でもラジオだよって言ってない <laughs> 言ってないんで,、ね、ですよさあ、えーはい、ところどころラジオですねこのラジオは有限会社工用自動車販売株式会社沖縄ブレイクそして春斎いろはさんの提供で今夜も1時間お届けしますお願いします、はい、お願いします まあ一応2020年がもう、えー、あとこのラジオで言ったら2回で終わるわけなんですけども。すごい年でしたね すごかったね今年はなんかもういったら2000もう220 22で,ですよ2020ねなんか節目というかなんかいったらウハウハになるはずだったじゃないですか東京オリンピックもそう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 とかもあってい、うん、ったら節目だからで令和も始まったし令和も始まりな、ね、そう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 ん、でガーってなるはずがいきなりバーンってなってコロナでねそう,うわ大変ですねいや本当にで 大変だったけど、うん、なんかいや見直す時間もあったなっていういや逆にそれはねまたプラスに捉えた人もいるしなうんうん、うん、あ<ー>だからねだからすごい節目の年だなって思います2020年はやっぱ教科書載るのかな載るよ載るよなこんなことがあったんですっていう確かにね聞きましたえあれですよあのー、戦争の時の第二次世界大戦の時のアメリカの ああれあるじゃないですか、殉職した方よりコロナの方が多いですから沖縄も、ね、あれでやってましたよあのニュースで、うん、その沖縄の観光客が減ったのが、うん、911でしたっけテロのあれがあったとき以来らしいです、えー、ここまで観光客がぐって下がったのは。 だから何かの節目だったんだよ。もしかしたらな。でも来年はまたあれでしょその今世界でもいろいろワクチンが作られてて、来年にもまた日本には来るんじゃないんでしょうかね。ねえ、それを期待したいですね。なあやっぱ行きたいもん、海外旅行とかマジで。海外旅行行きたい。海外旅行も行きたいし、普通に国内旅行もしたいしな。行ったことない地域とか行ってみたいですよね。だから北中行ってみたいですもん、行ったことない。いや、あるだろ、北中お前。薄マス住んでるし。鬼地元っち あれいつでも行けるから北たかあ,あれってあれじゃないですか隔離された村じゃない,<は>い隔離された村じゃないよお前高校生の時にお前「北中城村です」って言われたら門限あるんですかって言われたやつみたいなやめて <laughs> 恥ずかしいよな村民ってのは村民いやいやでも今となっていいけどね,ねめちゃくちゃ交通も便利だしね、うん、我々北中城村出身ですけども、はい、やっぱ沖縄市がいいなっていう <laughs> <laughs> いや北中大好きです北中大好きですす、ね、愛してますから、うん、那覇もな 今大変だよだって飲食店もさ急にまた営業自粛要請かかってあまあそっかうん増えたもんねやっとまた営業再開できてやりますよっていう時にすいません10時までなんですよっつってすいませんごめんなさいごめんなさいまずそんな二日酔いみたいな人が来るんですのバイト休みたいの時のトーンだから言ったのはだけど一応そこはね10時までっていう感じで。 だから国もアファーしてるわけよアファーアファーしてる国ってアファーする国アファーするよだって GoTo とかもやったんだよまあそうねえコロナでコロナで旅行行けなかっただから GoTo キャンペーンっていうのを作ってどんどん旅行行きなさいとはいいっぱい遊んできなさいでも気をつけなさいよ何がコロナにって言ってコロナかかったややっぱごめんやっぱ。嘘嘘嘘ううそ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 う 嘘嘘って言ってな嘘 GoTo 嘘 GoTo 嘘 GoTo ってなんかお前 GoDo GoDo GoDoDo ワンナイで流行ったやつガレッジセールからドゥなったからね大変ですけどもいやいいですねゴーヤーマン久々に見てたくなってきたそこなんだガレッジセールでワンナイ来てゴーヤーマンなんだゴーヤーマンあれ手に入らんかったの覚えてる 小学校4年生だったんですよ、僕。小学校4年生、3年生の時に行ったらもう社会現象だったんですよね。どっちばお前4年生って言ったり、3年生って言ったり。そのぐらいの年でしたよそのぐらいの年ね。で、行ったら今からもう本当に20何年前ですか ?28 年前ぐらい。28年前、また子宮よ、俺。おっかあの子宮にいるね ?20 歳ですよ、20年前にゴーヤーマンっていうのが流行って。あったなぁ。行ったら、そのラチュラさんでできたキャラクターですよ。ゴーヤーマン三 a で。 の普段100円とかで売られてたやつはもう500円なんですよ手に入らないんですよしかも今の鬼滅の刃状態かマジでゴーヤーマン鬼滅の刃もう並ぶぐらいやばかったんですよでも手に入らなくてでも欲しいじゃないですかゴーヤーマンもうあの時な相当言ったらランドセルにかけるの流行ってましたから流行ってたわで俺かけられないんですよないからゴーヤーがなうんゴーヤーがないから でやった時に俺漁港に住んでたんですよ団地が団地で住んでてそしたら漁港でびっくりした漁港に住んでるからお前も家なかったんかなと思ってないわあるわで、そしたら漁港歩いてたんですよいつも通り帰り道ですからそしたら海からねゴーヤーマンが流れてくるんですよどういうこといや嘘でしょどういうこと何この運命ってなってマジそうゴーヤーマンって浮くんですよ いやそれはゴーヤーマンの質にもよるだろうで浮いてきたゴーヤーマンがあってなるほどそういう出会い方てなって取ってランドセルにつけたっていう思い出があってうわ嫌な思い出だなお前いや無料よいや無料かもしれんけど釣り上げたしね無料か釣り上げたんだ拾ったんじゃなくて釣り上げだって海だもん拾った陸にあるでしょだって海になったら釣り上げるどういうことよお前懐かしいゴーヤーマンも流行ったけどさ なんか俺のすごいイメージは女子はアフロ犬とかわかる焦げパンとかよ焦げパンなんか焦げパンって焦げパン知らんばお前いや知ってるよ焦げパン焦げたパンやんいやか知ってるよってちょっと泣いてるばよあれ焦げたパンちょっと涙目やんばちょっとなんかそのそこがね哀れな感じがまた受けたのかなそうそうそうかわいいですよ今で言ったら隅っこ暮らしいですよ何それ知らんの 嘘でしょ。アリエッティのこと？違うわ。これそれ仮暮らしだな。仮暮らしか。普通にも恥ずかしかったやつ。いや、隅っこ暮らし。隅っこ暮らしのアリエッティじゃん。違う違う違う。どっちもになるから。違います違います。隅っこ暮らしって何？ちっちゃいなんかあのちっちゃい小学生とかが買いそうなあのもう淡白な目ですよ。ま天のあの本当に。だからそのコケパンでしょ。みたいなみたいな系列のやつで隅っこ暮らしって言って隅っこで暮らしてるんですよ。そ動。 角でで暮らしてるんですよなんかそんな切ないやつでン <laughs> キャエビフライとかエビフライエビフライとんかつとか<は>タピオカとかいますからど,どういうことですか隅っこ暮らしってのにそのポケットモンスターみたいな違います違いますあれは育っていくじゃないですかいや隅っこで暮らしてます <laughs> だからだからじゃあ言ったらこれを隅っこに置いて見とくっていうのが流行ってた<え>だからそう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 隅っこ暮らしって真ん中に書かれてんだけどそのキャラは「 端っこに至りたいとか何その自己主張がないからまたこいつら可愛いなってなるんですよ。ペット感覚みたいな。ああ<ー>。隅っこ暮らしめちゃくちゃ流行ってますよ。今流行ってるんだ。もう,もう隅,っこ隅っこだらけですよ、本当に。隅っこだらけって何。隅っこだらけ。おせろだったらめっちゃ強いみたいな <laughs> 角な。<laughs> 角は強いけど。 そんな感じじゃないでしょんあんな角強調したいやつさもうもう本当に全然強調しないすみっこ暮らしが作った人がお世話だったらめっちゃ強いと思いますよすみっこ暮らし知らんのちょっとすみっこ暮らし調今調べてくださいもう誰もが知ってるよすみっこ暮らしなんてマジうんすみっ,っこ暮らし知らんえだから宮崎駿さんが作った作品でしょそれ仮暮らし<え>仮暮らしそれアリエッティですからすみっこあーすぐ出てきたねすみっこ暮らしって なんなら下がってきてますからはい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 なんかあのつむつむの偽物バージョンみたいな感じどんなよやたとえあなんか俺もっとあれだと思った隅っこ暮らしって俺のイメージはなんかこの普通に棒人間みたいなのが隅っこで体育座りしてるイメージでなるほどねんかこう隅っこのおっさん隅っこのおっさんそうそうそう隅っこのおっさん的な負のオーラが流れてる隅っこ暮らしだと思ってた違う違う 橋の高架橋の下とかいや違う違うそれ世の中隅っこ暮らししてる人は違うでしょそれ普通にレスしてる人たちホームレスですからリタイア暮らしじゃなくてセミリタイア暮らしセミリタイアだなんかギリギリだなこんなこいつらでも協調性強くない全然隅っこああでも隅っこにいるなそう。隅っこにいるけど隅っこの協調性強そう。角場よ角を真ん中にしてる場よ またでもなんかそのキャラクターがあれだねかわいいねそうそうエビフライのしっぽいますからねあこれエビフライのしっぽなんだそうだよ俺リボンだと思ったエビフライのしっぽですからかわいいっしょああとあの弁当の妻とかねそうそうそうあのこう食べれないめっちゃかわいいっしょこいつら愛苦しいでしょ焦げパンみたいなあかわいいかわいいめちゃくちゃみんな持ってますからここが落ち着くんですっていうサブタイトルねそう腹立つわ スキ産業ですよ本当に隅キマこらしぬいぐるみトイザラスで4179円ですよですよ全然すみっこ値段じゃねえしでしょ全然もうもメインですよメイン強調メイングラシやメイングラシはもう普通よメイングラシしはもう普通よメイングラシいますからいやメインブラックはいたけどメイングラシはいないでしょお前は行ってるんだコケパンでもアフロケン懐かしいねアフロケンも懐かしいしまあ なんで犬アフロにすれば。だからな。<laughs> 意味わからないに。死にカラフルな。猫でも良かったはずだのにな。うん、アフロ犬。あれすごい流行ったよな。あのアフロまた特かひっかいできるんだよな。そう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 。ただの犬が出てくる。ただの普通に犬がな。アフロだった,らただの犬ですからね。<laughs> あれすごい流行ったよな。<laughs> めちゃくちゃ流行った。だってトレイン買ったもん。あのユーフォーキャッチャーとかデジナーなんださ。ああ<ー>。またアフロだからかかり安くて。<laughs> りりややすいのかなすいのか取りづらいのかわからんけどアフロケンも行りましたけども皆さんね、今日ラジオ聞いてる人たちの時代に何が流行ったのかなんか思い出してみます思い出しみます一応ま一応俺たちの世代で流行ったというかのがやっぱ遊戯王カードとめっちゃ流行ったあとポケモンだねポケモンポケモン今だ流行ってますかね今がならピークみたいらしいですよポケモンカード今手に入らないらしいですよあらそうなのそう 俺たちは151匹からのまた金銀が出てきて、うん、そこからさらにちょっと増えたさ200ヌーガーになったさからやめたじゃんからやめたやめたっていうかもう分からんくなる分からんくなる追いつかんくなるってポケモンが、うん、そう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 ,そうおおってなったやばいっすよ本当に、うん、クローズのキャラクターだけで俺いっぱいいっぱいだった <laughs> <laughs> じゃあもう年,年相応にね僕ら151匹で で金銀までやってそっからもう年相になるだからさ俺最近このおうちによ DS ライトがあってからさおお懐かしいでしょ今の今 n t e n d o s w i t とか 3DS でもなくて DS ライト DS っていうその本体が出た次のバージョンかな DS ライトってちょっとなんか軽くなりましたよみたいな薄くなりましたよみたいなのが家にあってでせっかくだからちょっとポケモンやってみようかなと思ってこの買いに行ったわけさでんだかなポケットモンスター今ブラック パールみたいなもう表紙でよ伝説のポケモンがもう分からんくてからよ買えなくなるってやつさなるほどなリザードン不思議バナカメックスとか伝説のポケモンで言ったらホーユールギアとかフリーザスインスイ君サンダーとかさそっち世代さもう分からんばよの黒いやつブラックなのかな名前も技もね技も分からんからよ なんかだかだらそこもちょっとなんかやりたかったけど何が強いか分からないでしょう <laughs> 俺ポケモン GO ちょっとやってたんですけどああポケモン GO!? 怠け者のやつがいるんですよ怠け者<ー>怠け者っていうみたいな,な怠け者のモデルのやつああモデル怠け者ねそう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 <ー>があってでそいつが進化したらもうめちゃくちゃ強いやつになると要はコイキングみたいなあはいはいギャラドスに進化してそうそうこれは脳内麻役が出て<ー>ギャラドスに進化するんですよあれ 跳ねるしかできなかったやつが急に破壊構戦できるようになった。そう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 。ギャラドス系列のやつがいて。ギャラドス系列がいるのそうそうそう。怠け者ばよ。怠け者を育てていったら、あの、したたか強い寝てるやつがいるボスみたいな。でも怠けてんだまだ怠ける。だけど、座ったまま勝てる。寝ながら勝てるみたいな。そんなやつもいるんだ。むちゃくちゃ強い。えちょっとやってみようかな、じゃあ俺。面白いと思うよ。やっぱ結局勝ったのマリオだもん。マリオが一番面白い。マリオが一番面白かった。マリオ。びっくりした。マリオ一生面白いもんな。 気づいたら全部クリアしてた俺マリオ <laughs> マジでだって記録ありますかスーパーマリオワールド20分で全クリできるかとかなんかなあるよなあるよなでやっぱ結局マリオが一番楽しかったらシンプルで分かりやすいかんな、うん、ああ100キャップの方法とか全部調べてからよ無限キャップとかあの階段のオーソドックスなやつうん、うん、あれできた時一番嬉しかったねいや嬉しいよな本当になあ,<ー>あのですかあのず,ずっと角で <laughs> うウニウニやってる しかもさまたゲームの話でちょっとソフト変わるけど俺たちの時に流行ったやっぱゲームといえばもう大乱闘スマッシュブラザーズさ流行った任天堂 t e n 6 4 6 4なあの時のスマブラのキャラクター何名か覚えてるえっと最初は8名ですよね最初7名で出していくんですね出して最終的にプリン入って8よ大乱闘スマッシュブラザーズの64はね 体のキャプテンパーテンあそうそうそうキャプテンパーテンっってるでしょお前誰かキャプテンパーテンああそう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 そーそーそうそうそうそ懐かしい。うそ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 トそう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 そのそう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 うそ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 そう その俺たちは新しい大乱闘スマッシュブラザーズデラックスが出たらどんなキャラクターいるのかなとかのワクワク感さおんおんじゃないわけよ次回のアップデートはセフィロスが登場みたいないもうファイナルファンタジー出てきたからね <laughs> 意味よがもう夢の戦いよベオレッタっていう人がいるんですよなんベオレッタってやばいよ俺見たばってキャラクターキャラクターでベオレッタなんか悪魔の女みたいなやつだわけよーあの 足の裏にであのですか前屈っていうか前屈反対になるのブリ,ッジブリッジしながら拳銃撃つからねタタタタタタタエクソシストさそれめっちゃ怖いよ悪魔払い必要やし w ィフ f i t とか出てくるからねウィ,ウィ,ウィフ f i t って言って w、うん、ィを w ィので、あのー、すかみんなが昔 w ィ流行った時に フラフープとかの練習するみたいなのを持ちながらのアバターみたいなやついるじゃないですかそのアバター戦いますからねどういうことフラフープ投げますからサトシとかが出てたの見てよよサトシリザードン使いますからサトシだからリザードン出してやるのかなと思ったらなんか死にモンスターボール普通に投げてたから敵に遠投やし普通にめっちゃ面白い野球選手でもいいしめっちゃ面白いな野球選手出てくると思いますよね <laughs> ちょっと古め豪速球って言てたら松坂っし匠 <laughs> ダルビッシュだったら変化球とかどこに当てるか分からん<坂>スケルトンブームゲームボーイとか64とか G ショックとかプレステのメモリーカードとかとにかく何でも好きああありましたねゲームボーイも透けてたなスケルトンやばかったよなスケルトン俺も持ってたプレステーションのメモリーカードスケルトン、うん、デージャー欲しかった俺しかもありました何メガメガだよな 何キロサイコさん懐かしい昔ツタヤで働いてて、うん、ワンピースのグランドバトルが一日グラ,ングランドバトル懐かしいめちゃくちゃ面白かったようわ懐かしい灯籠流しとかあったもんな俺俺初期から買ったもんグランドバトルめちゃくちゃ面白かったあのなんかこのななんていうの2次元のような感じの 3, 3次元みたいな戦い方するやつでしょわうう、うん、かるわかる<あ> 3D だけど この二、ね、画面だったんだよな画面っていう,かう懐かしいなあ三国無双とかもやりまくったもんな俺すごいよなあれそういうのできるすごいあだ俺あれも持ってたプレイステーションから持ってたから俺プレイステーションのクラッシュバンディクっていうゲーム今でいう死にゲーって呼ばれてるゲームなんだけど、うんうん、あまりにも難しいんだよ、うん、でもそのクラッシュバンディクを、うん、そのテレビの中にいるクラッシュバンディクをメモリーカード内で買える、うん、あのポケットバンディクっていうのが出てて いやクラッシュバンディクー、なんかたまごっちがそのままさせるみたいなメモリーカードで,でそんなのもあってよいやメモリーカード機能もついてるし、たまごっち機能もついてるポケットバンディクーっていうのがあって何それすごそういうのを持ってた俺だ俺はスーファミ世代ですから僕言ったらプレイステーションとか与えられてたかの人間でしょいや俺はもうほんと新しいものはすぐって感じだか僕はあのい一世代前なんですよ基本 <laughs> あ プレイステーションが流行った時は流行った時に、余ったやつ。その家族で使わなくなった。お下がりゲーム。そうそう、スーファミをいただきました。お下がりゲーム世代ね。で、そう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 。で、めちゃくちゃやり込むっていうのがあって。で、一番画期的だったのが、あの、このあれですよ。ポケット、今のカラー、ゲームボーイ。ゲームボーイカラーゲームボーイのソフトを、このスーファミでやるソケットがありましたから。なんかそれ、そんなあかんだ だからテレビでポケモンができるんですようわ楽しい楽しかったなんかちっちゃい画面でるポケモンも楽しいけど大画面にしてみたいっていうのあるかなめっちゃ面白かったいまだにあるさ iPhone をテレビ画面にしたいってなったらワくするやしうクワくするあったんだあったあでも俺それのゲームキューブでゲームボーイアドバンスのソフトできるやつ持ってたようわすごいだからゲームボーイアドバンスのソフトをゲームキューブは持ってたけどゲームボーイアドバンスのソフトがやりたいから ゲーム勝ったみたいないやそのお前金持ちだな金持ちだった俺 <laughs> <laughs> いやだからよあのね、はい、だそれで俺はもう悲しかったのがね今時期的に言ったらサンタさんですよクリスマスねうちにももちろんサンタさん来まして、うん、来ましたよ言ったらみんなが、うん、あのゲームボーイアドバンスの時代だったんですよもう初めて 縦から横になったやつちょっと画面も広くなってね。のやり方ポータプル系のやり方になった先駆け。これがアドバンスだったんですよ。うわ、懐かしい。そうアドバンスの時にしかもカラーにもなりまして、いろいろと。アドバンスな。でやっていろんなゲームも出てきて、アドバンスでしかできないみたいな。うんあったな、ソフトな。しかなかったじゃないですか。僕だけその時にサンタさん、やっぱりゲームボーイカラーでした。やっぱサンタさんもやっぱお下がり系だったんだね。嘘でしょって。 いとこ持ってるんですよ、アドバンス。アドバンスいとこ持ってる。いとこ持ってる。いとこアドバンスやってる。僕その時、もう一生懸命、ゲームボーイから、やっと届いたと。いや、でもいいんだよ、それで。スケルトンじゃないですよ。結局楽しいのは一緒なんだから。スケルトンじゃないですよ。スケルトンじゃあの緑。マットのやつ。恥ずかしかった。いや、いいいい、全然全然。今考えたらな、超面白いな。懐かしいけど、ちょっと一回 CM いきましょうか。はい、CM です。 おつけれ、おつけれ、来るっすよ。ああ、地元の大ヤンキーとしき先輩、お疲れ様です。うん。あれ、車買ったんすか？アティメティルやヨウは車買った。ヨウはの意味全然分かんないんすけど。めっちゃいい感じですね。だろう。ワーの買ったところ、メンテナンスも素晴らしいし、車のことわからいなぐんチャンネを無礼親切に教えてくれる場合。ええ、これなんて自動車ですか？公用自動車販売。はい。公用自動車販売。はい。え、ワールの C じゃアマーさんのところ。 車のことなら有限会社広用自動車販売一回は言っとけるよそれでは聞いてくださいこんなお悩みありますか駐車場開発のプロブレイクパーキングにお任せください相談無料オーナー様負担はなんと ゼロ円激アツ。株式会社沖縄ブレイク。 どうも、ところどころです。よろしくお願いします。ね、楽しく漫才やっていきましょう。はい。いや、最近ね、いい居酒屋見つけたんですよ。え、女の子何人つく感じ？いやいや、キャバクラじゃないよね。居酒屋春祭いろはってところここの柿がね、絶品なんだよね。わかる。昔塾の帰りよく行ってました。いや、行けないよお前。おしゃれな店内で大人っぽい雰囲気もありながら、温かい接客が素敵なお店なんだから。じゃあ次行ってみたいからさ、練習しましょうよ。練習ね。うん。いらっしゃいませ。ようこそ春祭いろはえー。えじゃあ。 いつものでいやすぐ常連さんになってない居酒屋行くなら那覇市泉崎春菜いろははい、はい、というわけで新しい CM 春菜いろはさんの CM をお届けしましたいいはい、はい、えー、そしてですねちょっとお知らせがありまして、はいえー、春菜いろはさんのですね、うん、えー、那覇市泉崎にあるんですけども我々ところどころラジオ聞いたよっていう方は、はい、ドリンクなんて一杯無料ということですあ,ありがとうございます <laughs> 久しぶりに聞いたな久しぶりに言いました生激アツ僕も久しぶりに言いましたありがとうございますありがとうございます忘れてましたよはいえっと駿さんいろはさん10時までやってるんでねあと30分あるんであと30分あるんで駆け込みドリンク一杯もらってもいいかなって思いますねぜひ我々もね本当ラジオ終わっ行きたかったんですけど行きたかったちょっと自粛中なんで次ラジオ前に一回行こうか行きましょうね、ぜひ行きたいとですべてを伝えましょうようんすべてを伝えましょうこういうこと があってこんなのうまかったよみたいな。なるほどね。なんで止まるんですか？びっくりした。こいつ売り上げとか聞くのかなと思って。いや、すべて聞きつぎだろ。そこまでいくわ。めちゃくちゃお前深掘りするタイプなのねと思ったら。違うわ。違う。え、そういえばさ。あのちょっと懐かしい話もいいんだけど。はい。ちょっと俺今日リオにさ、どうしても教えたいあの漫画見つけまして。どうしても教えたい漫画。この漫画読んどいた方がいいっていう。マジで。はい。あ、もうぜひください。いや、俺今漫画。 今ね、えっとまあ呪術呪術廻戦とかってわかる呪術廻戦知ってますよそう領域展開とかそういう流行ってるやつうん、うんね、今「鬼滅の刃」の次に来るんじゃないかって言われてる漫画る、ね、呪術廻戦呪術師っていうその呪いを払う人たちの物語い、はい、あれもねめちゃくちゃ楽しいんですけど、うん、俺まあ個人的にさらに面白いやつ スラムダンクんスラムダンクには勝てんあやめれや <laughs> <laughs> ごめんな俺が悪かったなお前 <laughs> が悪かったびっくりしたはい、はい、とんでもないもの持ってきたからお前いやあのー「東京マンジリベンジャーズ」って聞いたことある初めて聞きましたこれね、あのー、めちゃくちゃ面白い漫画で、はいまあ、アニメ化もするんだけど、はい これね、なんて言ったらいいかな東京マンジリベンジャーズってさ聞いてどんなイメージがあるいやマンジリベンジャーズマンジが入ってますからいいよいいよあの、プロレス技ですよねああちょっと違うまんじ固めみたいないや、違う違う違うでまんじ固めされたことがプロレス以外にもマンジって使う人たちいるでしょまジマンジああラッパーバーカラッパーじゃねえよお前バーカってっちゃったマジマンジヤンキーヤンキーそう まあ要するにヤンキー漫画なんですよ。<ー>東京まんじリベンジャーズっていうヤンキー漫画なんだけど、うん、何,何が面白いかって言ったら、はい、まあストーリーあらすじを説明したら、はいあのー、一番最初に主人公の男の子が、うん、まあ大体20歳前後ぐらいからスタートするわけ。うん、で、こう、だらしない生活してて、テレビでパリパリせんべいをさ、食べながらこう、らうわ、俺も何してんだろう、楽しくないな、人生、うん、って言いながらテレビ見てたら、うん、そのニュースで、 ある一人の女性が、はい、まあこのギャングの抗争に巻き込まれて亡くなりましたその子が立花ひなたっていう名前ですってなった瞬間にこうやってパッと立って「待て待て待て」と「うん、俺元カノやんけ」っつって「いや元カノ診断かい」みたいになって「うん、うわマジか」みたいなで「元カノだしな」とか「うん、あでも元カノってこんな簡単に死ぬんだ」みたいな,なんか「こんな身近な人間死ぬんだでも悲しくないな」でも俺なんか「明日たか何もないな」みたいな感じでこう電車を待ってたらさ、うんうん 後から急ににンて押されこいつ電車落ちちゃうわけよで電車がそのままファーンってきて「うわ危ない死ぬ」って言って目をつぶってパッて開けたら見たことのある風景なわけ見たことある風景そう見たことある風景になってそしたら男友達が「おい何やってんだよお前今日も学校休んで」って気づいたら昔の自分に戻ってるわけ過去の自分にあれあれ俺大人だったこれす あ相馬党かみたいないやでも夢かなみたいな感じ、はい、でこいつ昔の10代になってあ俺こんな感じだったなみたいなのを、うん、俺10代ってこんなイケイケだったんだみたいな、うん、こいつ10代では結構イケイケだっけよ、うん、ヤンキーでねイケイケだったんだで今から何すんのっつったら「お前あのどこどこ中のやつらと喧嘩しに行くぞ、うん、渋谷中のやつらと喧嘩しに行くぞ」つって、うん、え 今喧嘩しに行くのみたいな感じで行くわけ、うん、で喧嘩したら案の定ボコボコにやられるわけさうん、うん、そしてああそうだった俺こっから俺の人生が狂ったんだって思い出すさっけこいつはうん、うん、このヤンキーにやられたところからヤンキーにパシーになってしまい、はい、そっから俺は逃げの人生だった、うん、ああ結局俺こんな最後夢見て死ぬんだなみたいな面白くねえやーってなった時に、うん、ある一人の男の子がいじめられてたけさ小学生ぐらいの男の子が、はい いじめるっせい、まあ、まあでも最後だしちょっと助けようかなっつってやめろやめろっつってお前たちっつって、まあ、一応ある程度こいつは喧嘩もできるから、うん、まあ小学生が小学生いじめてるくらいだから小学生ボコするのは簡単さ、うん、小学生ボコボコにするわけよ、うん、でそしたらその男の子に言うわけ、うん、お前はあの俺みたいに俺はずっと逃げの人生だったと、うん、でもお前はこうやってなんていうのボコボコにされてるけど絶対お前は逃げるなと、うん、頑張って人を助ける立場になれ頑張れ少年っつって握手を求めなくさ、うん この少年うんわかったっつって握手した瞬間にまたこいつバッて起きるわけそしたらこいつ電車で死んだはずなのに実はまた戻ってるわけよ現実にそう病院の上で戻ってるわけよはっつってでよかった無事だったんですねって言ったらこの男の人が出てきて「いやいやお前誰なんだ?」っつったら僕はあの時あなたに「頑張れ」って言われた少年ですっていやかっこいい要するにこいつタイムリープしてるわけよ 死ぬ直前ってタイムリープしてるわけさ、うん、でタイムリープしてこいつは過去に戻ってるわけ普通に、うん、で過去でこの少年をこいつは助けたもんだからこいつ今生きてるわけよ、うんうん、実は電車でこいつが引かれる寸前にこの少年が手を差し伸べてこいつは手をつないで、うん、そしたら過去に戻ったわけさ、うん、っていうのがまず1個のポイントで、うん、こいつはこの男の子と主人公が手をつないだら過去に戻れるわけよ タイムリープできるわけ、うん、でなんとその手をつないだ男の子、うん、自分がもともと付き合っていた立花ひなたっていう彼女の弟だったわけよ、うん、だこいつは弟でちっちゃい頃こいつ主人公に助けられたもんだから、うん、俺は人を守る存在になるって言って刑事になったわけ、うん、で刑事になって、うん、で立花ひなたお姉ちゃんが殺されたお姉,でお姉ちゃんが殺された理由はギャングの抗争、うん でギャングの構想っていうのが東京,、えー、と東京卍会っていうギャングだけ、うんうん、ちょっと待てると「東京卍会聞いたことあるあ待って待って待って」っつって、うん、パンってこいつまた過去に一回戻って確かめたいことがあるって、うん、パンって戻ったらこいつはあの最初にいた最初にいてヤンキーにボコボコにされた、うん、このヤンキーが東京卍会の人ばいなるほどそしたら「うん、待てるとこいつらが原因か?」みたいな。うん こいつらがいずれギャングになっていって立花ひなたを殺すんだったら俺今こいつら止めないといけないってなれば過去になってるからうん、うん、でこいつは喧嘩して勝つんだけど、うん、実はその東京卍のボスが出てくるわけさ、うん、もうマイキーっていうもうめっちゃイケメンでちっちゃいやつと、うん、あとドラケンっていう詩におっきいこの要するにベジータと悟空みたいなやつが出てきてこいつらが東京卍を作った創設者、うん、でこの タケミチがねがあまりにもこのめっちゃ強いヤンキーに立ち向かってんのこいつらボスが見たもんだから気に入ったと友達になろうよっつってこいつ立花ひなたが殺したギャングの親分と友達になってるわけよ。そうさ中から止めきれるからや。そう。で中から止めるわけさこいつは止めたいわけよ。でもこいつら待って思ったよりいいやつだなってなるわけん 俺、なんでこいつが立のひなた殺すんだちょっと待ってよっておかしいと。ちょっと一回過去戻ろうってって、もう一回パン戻って、また未来に戻って、でまたこの刑事と話すわけこうこうこうで、あいつら実はいいやつだったわけみたいな。あのボスのマイキーってやつが、えょちょちょちょ待てと。いや、ボスマイキーじゃないからみたいな。ボスってもう一人いるからみたいな。マイキーじゃないのみたいな。でもマイキーめっちゃボスだよみたいな。何があったんだろうって言いながらタイムリープしていって、どん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 。 こう過去を変えて未来をつなげるっていうヤンキーなんだけどファンタジーっていう漫画面白い「東京マンジーリベンジャーズ」むちゃくちゃ面白いこれめっちゃ面白いからお前から聞くのが相当面白いこれめちゃくちゃ面白いすす、ね、どんどん立場な日向を殺さないようにこいつは動くんだけど、うん、戻ってきたら絶対殺されてるわけよ、うん、あまだ買い切れてないんだうん バック違うパターンで殺されてるわけよなんでなんでみたいな、うん、俺ここでこうしたからうまくいったんじゃないのみたいな、うん、でも実はまた裏にかぶっててとかなるほどそうめちゃくちゃ面白いなんかヤンキー漫画なんだけど、うん、ファンタジーも入ってるから、うん、なんか新しいヤンキー漫画というかぜひ「東京マンジ・リベンジャーズ」見てください面白いこれはねもう面白いっすよえ、ね、君が作ったんですかいいいやいや、僕作ってなです また絵も俺が好きな絵なんですよ。ちょっと七つの大罪寄りの絵という。なるほどね。綺麗な絵なんですけど。いいですよ。巨乳多いですもんね。いやまあ巨乳も多いしね。面白いですよ。ちょっと感動するし、普通に。はあ、見たいな。ヤンキーのこのなんかオラオラ系の男気ある瞬間とかさ。白いもんな。クローズとか超面白かったもんな。クローズ面白かったな。やばかったもんな。春道めちゃ誰が一番強いかって、やっぱ男はね、この漫画で一番誰が強いかっていうの好きなんですよ。 あで,も俺はでもその見方はあの中学生高校生までなんですよ<ー>違うんですよね大人になったら一番やっぱ男で一番かっこいいの誰お前クローズで、うん、クローズで一番かっこいいのかなるほどなえ待ってよクローズで一番かっこいいのでしょクローズで一番,かっこいい一番かっこよかったのでしょ、うん、ああキーコテル パルデンジャラスのキックキック相当頭切れるやつああいたなあいつかっこよかったなあお前そっちなんだあと竜心とかもないよかったなあ竜な俺でもやっぱね村田省吾かな村田省吾武装先生なるほどなもうスれしインチキすんなお前はそのがうが立派なのにあれ武装先生はあるじゃなかったクローズじゃなかったクローズも武装先生ありますよだからその4代目が村田翔吾でしょバンド秀人ですからクローズは時代は バンド人の次が村田翔吾じゃなかったいや違う河内哲章は河内哲章はもうもうもうゴリワーストあじゃ俺ワースト好きやすそう俺もワースト好き俺無理してたな無理して出したなあお前無理無理してクローズしてたね無理してクローズって何無理してクローズって何無理してクローズって無理してクローズって無理してクローズってないわめい。河内哲章とか俺そっち系が好きやったかなか面白かったよなでもさあのクローズワーストはさ河内哲章がね あの,ー、何あのクローズガイデンっていうのがあったんですよクローズが終わった後に唯一出たやつ<ー>坊や春道が卒業して<ー>主人公坊や春道が卒業してからのワンストーリー、はい、ちょっとその後のみたいな、ね、そう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 <ー>で河内鉄将の話武装先生にとんでもないアホが入ったと<ー>で,でそれが河内鉄将なんですよでめちゃくちゃやり込んで河内鉄将村田省吾だったっけ村田吾そう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  で河内哲昌っていうやつがいましてでこの哲昌がバーバってやってたとでやってうわかっこいいな武装先生新しいの入ったんだなって次の次の輪に入るじゃないですか河内哲昌負けてるんですよ負けてて何があったのって言って何があったのっていやボコられた負けたと喧嘩にお前がみたいなめっちゃ強いお前が負けたのって言ったらって言っていや本当に負けたみたいなでいやいやじゃあやり返しに行こうや待てて勝てる気がしないって言っておけ勝てる気がしない あの河内摂政がお前何も何もかも壊してきたお前が勝てる気がしない誰だやったのわからんとただあの博多連使ってたとわからんって言ってでスズランに戻るんですよはいスズランで一年戦争っていうのがありますよ一年で一番強いつめようとありましたねっていうことででやっぱ代表格みたいな当時中学校で強かったみたいな代表格が集まるんだよなでやっていったときにたまたま たたまたま女の子と遊んでたやつがいて、うんで、その女の子をヒッピーがしたもんだから、何やっとんじゃわれ、うん、ぶっ殺すばいって言って、うん、<laughs> の時にた戦って、そのこのモサたちが負けていくんですよ、うん。それが後の花木グリコなんですよ。出た。グリコ先生。グリコ先生。その時の一年生の一番強いやつら、一番強い十七人を一人で一発で倒します <laughs> その時はもは圧勝だったんです。圧勝。 グリコ懐かしいなそう,そう要は負けた後にやっぱ化け物が生まれるんですようん楽しかった誰でもよ多いメンバー、うん、覚えきれん覚えきれんよごめんなさいだけど本当にもう本当にごめんなさいですけどね本当ごめんだけど覚えきれんやつさでもねあのー、クローズの中で一番強いと思うっていうかクローズっていうか高橋宏さんが書いてる漫画で一番強いと思うやつ俺あのー、キューピーっていう漫画の キューピーねんか面白いっていうねめちゃくちゃ面白いよキューピーはまだ見てないな俺伝説なんですよキューピーっていうあの伝説の石田小鳥っていう石田小鳥だったっけな名前うんうんだったと思うっていうやつがいて守護霊に聞いた今怖かったんだけどっていうのがあってまずエピソードがすごいんですよこの周りが石田小鳥のことを話すエピソードがすごくて石田小鳥って知ってるかとって言ってそいつが あのー、あ知ってる伝説のだろみたいなお伝説なってんだうん伝説のだろあの石田小鳥って可愛らしい名前だなそうだけどもう図体からしたら可愛くないんだって <laughs> あのー、とトレイシーっていうあの鶏飼ってたばって<ー>でまず まず伝説が小学校6年生で高校2年生たちをボコボコにしたとそこから俺強いんだって分かり始めてで,で中学校中学校になっていろんな目つけられてるやつらいたんだけど、うん、その時の3年の三年の長を一撃で倒して、うん、<laughs> 一撃で倒してまず番長になる1年生で、うん、1> 中1で番長になるとでそこからの何で、あのー、すか アルバムあるじゃないですか3年生でもらうアルバム校長のところにまず石田小鳥が乗ってるんですよ <laughs> 一面 <laughs> で各クラスに真ん中で乗ってるみたいな,なんかそれ <laughs> でバスがあると、うん、バス通勤するバスだけどあのこのバス なんかいつも待ってるんだけど止まらないバスが一つだけあるとなんだめちゃくちゃムカつくとなんで俺バス停で待ってるの止まらないバスがあるわみたいな感じでってもう飛び出たって飛び出て止めたってそしたら中に一番後ろの石田小鳥がタバコ吸いながら出勤してたあそういうことだったのねってなったりだとか高校生だよねそうめちゃくちゃ面白いちょっと面白そうキューピーねでこれもまた何ですか友情とかもあったりそれか 少年に入るんすよ少年に入ってでそこで構成して出てきてみたいなだけど構成してない昔の同級生みたいなのがあってそれを止めていくっていうのがあってなるほどめちゃくちゃ面白いんでこれも完結してるのか完結してます9巻であ早いねまたそれも面白いすいいねまたそのショート単行本っていいよなキューピーキューーピぜひ見てください。熊さんがキューピーで上もろしようよなって全8巻で短くまとまってるのもいいなんかそうやって薬剤になるかっこいいやついてよなそうあ なるほどねそうそうそう,そう一年軍団っていうのを作ってえー、でもキューピーが全8巻とかあったら見たいなでもマジで面白いよなるほどねなんなら東京まんじリベンジャーズまだやってるからねわそれも見たい本当に見たい、うん、ヤンキー漫画ってタギル、ね、たぎるよねたぎる分かるやっぱねもう,にもう28歳ですけど だから俺 YouTube で企画やりたいわけよ一個どんな企画よだリオにその日でクローズとワースト全部呼んでもらった後に、うん、あのに暴走族壊滅しに行くっていう企画いや,やばいだろその企画いや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 いけない壊滅までは無理よいやだから <laughs> 戦うことも無理だしねでもやっぱさっき言ったでしょ何クローズとワーストとかああいうの見たら たぎるでしょたぎるだからそのたぎった気持ちを暴走族にぶつけなきゃいけないとうですよその人県内にいる暴走族いやいやうちなるたぎるでいいじゃないですかいややっぱだからちょっとうるさいよって言って戦いに行くわけよリオがじゃあんで技術ゼロよんバイクとか持ってないし漫画持ってるでしょえなんかそれトカレフみたいな言い方すんの漫画持ってるでしょみたいなでも自分がたぎるシーンを見てうん で、ヤンキーと喋ったら、お前はもうそのキャラクターを入れるわけよ、もう。体に。憑依憑依させて。気持ちはシャーマンね。<laughs> <laughs> シャーマンキングみたいな。シャーマンキングみたいな感じ。アミダ丸そうそうそう。網だを憑依させていくみたいな感じ。<laughs> このシリーズ、俺は漫画シリーズは考えてる初めの一歩をブライアン・ホーク VS 高村守戦まで見た後に、たけるよ、たけるでしょ、あの試合すごかったよ、その後にボクシングジムに乗り込むっていう。勝てないで、スパーリングする、勝てないで、大丈夫、いけるブライアン・ホーク。いや、ホークの方だったの負けるじゃん。あれ、すごくある。な寝そべりますからねで、あと、あれもある。 バッキシリーズ全巻読んでから一個の道場を潰しにいくってじゃ無理よって無理よ俺シブが動じゃないんだからいけるお前はオロチドッポだからオロチドッポなの俺トラゴロシのオロチドッポトラゴロシしたことないよひも切りしたことないよ俺そういうのやりたいよ分かりましたやりましょうやりましょうクッキングパパ見てクッキングパパ見てトリコ見て料理美味しくなるのかとかな あそうそう取りこ見てあの料理美味しくないのかっていう、うん、そのほんわかした企画もありつつ、うん、クッキングパパとか食撃の相馬見てから、うん、えとフランス料理の人のキッチンに入れてくださいって言いに行くとかアホさん <laughs> もう現実味がないのよえやってみようそういう漫画読んだらこの「たぎる」シリーズ <laughs> <laughs> 漫画「たぎる」シリーズよリオ・チルドレンの面白い来年からねあの我々ところどころ YouTube も始めますんで、はい ぜひ、あの、もう来年からもう、とてつもない動き方すると思うんで。うん、ぜひ皆様、ところどころ、あの、見逃さずにチェックしておいてください。いよろしくお願いします。えー、じゃ、あちょっと一旦 CM 行きましょう。はい、おつけら、おつけら、来るや。あ、地元の、大ヤンキー、としき先輩、お疲れ様です。うん、あれ、車買ったんですか。あてめえてるや、ようは。車買った。ようそれでは、聞いてください。こんなお悩み、ありますか。 収入安定させたい土地活用に悩んでる有効活用したいそんな時は駐車場開発のプロブレイクパーキングにお任せください相談無料オーナー様負担はなんとゼロ円激安レイク どうもところどころですよろしくお願いしますね楽しく漫才やっていきましょう、はい、いや最近ねいい居酒屋見つけたんですよえ女の子何人つく感じいやいやキャバクラじゃないよね居酒屋春菜いろはってところここの柿がね絶品なんだよねわかる昔塾の帰りよく行ってましたいや行けないよお前おしゃれな店内で大人っぽい雰囲気もありながら温かい接客が素敵なお店なんだからおじゃあ次行ってみたいからさ練習しましょうよ練習ね、うん、いらっしゃいませようこそ春菜いろはへえじゃあ いつものでいやすぐ常連さんになってない居酒屋行くなら那覇市泉崎春菜いろははい、はい、というわけで楽しい CM も終わりまして、はいえー、ところどころラジオこのラジオは有限会社公用自動車販売株式会社沖縄ブレーク那覇市泉崎春菜いろはさんの提供でお届けしておりますいや素敵ですね CM 全部つながってるんですよ実は。 実はね公用自動車販売で車をお買い求めにしてね <はい S 2> でそれをブレークパーキングに止めてそのそこから止めたさんにありがとうございます素晴らしいありがとうございますつながってたつながってたんです実は実はつながってそして春菜いろはさんでところどころのラジオ聞いたよって言った方にはですね <はい S 1> えドリンク1杯無料ということで。 素晴らしいいいですすねありがとうございますぜひとも皆ささん行ってくださいよろしくお願いしますぜひともよろししくお願いします <laughs> さあところどころでお時間もねもうちょいなんですけども、うん、いや今日はあの懐かしいゲームの話したり、うん、やっぱ漫画の話したりね YouTube もね、うん、やっぱあの来年のまあ抱負ではな,ないですけども我々ところどころは YouTube をちょっと来年主体で動いていこうかなと、うん、かあのこんな企画やってほしいみたいなのがあったら是非とも まあ FM 那覇のメッセージからでもいいですし僕ね考えるの大好きなんですよところどころお何かありますいやもう古いと思うメントスコーラうお前考えてないでしょメントスコーラあるじゃないですか大ヒットしたやつ大ヒットねそんなの考えたことないんですよはいメントスコーラみたいなそれはもうザユーチューバーがやるやつだとザユーチューバーがやるやつ俺みたいなお金のお金があるからできるユーチューブっていっぱいあったじゃないでるかしだけどもう違うと違う お金がない YouTuber の方が多いんですよ。はい,はいはい。の中で、ね、あのお金がない YouTuber がやるべき企画1 1>、うん、1個あります。お何ですか自動販売機の下、全部見て、あの那覇市、うん、いくらたまるか。素晴らしい。素晴らしい。いいんじゃないいいんじゃないめっちゃいいと思う。めっちゃいいでしょ、うん。いくらぐらい実は落ちてるかなじゃ本当に調べたくない。いや、でもさ、俺、思ったけど、自動販売機の下にさ、小銭落とすやついなくない、うんうん、もういないか。 もういないなだろうでも散々落,とし落ちてるときあこのキャッシュレスの時代にまあそうだよな <laughs> あんまりいないんじゃないか小銭俺でももう一個ある俺も企画一個考えてるのありまして、はい、えーまあ、リオにちょっと検証企画としてやってほしいんだけどやるのがそう,そうやっぱ検証といえばリオだからで沖縄県の,あの北部、はい、最北端にね、はい、リオを、えー、一人置いてって、うん 沖縄の人の優しさだけでチューブに帰れるかっていうい <laughs> <laughs> ゼロ円企画ねこれもゼロ円なんだそうなるほどだリオをあのヘ、ー、ド岬の方に置いてってなんでヘドキやんばんえやっぱ最北端に置いてって、うん、そっからカメラだけ持たせて、うん、で沖縄の人の優しさだけでチューブに帰れるかっていうの、うん、何日かかってもいい大丈夫いやいやいや何日だい1日でいやなん <laughs> なら1時間で帰りたいですよいや本当はな でも沖縄の人にやっぱ優しさに触れていってねなるほど、うん、お腹空すいたら沖縄の人の優しさに触れてご飯食べたらいいし、うん、優しさ優しさ検証企画ね優しさ検証企画沖縄の人はやっぱ優しいってい言いますからね,ねこう何ていうか唯一のる精神というかさうん、うん、困ってる人を助けたいっていうのは沖縄の人の県民性さうん本当に利を困らしてからじゃ何でばふざけてると思わないからいやじゃあマジで困ってるんですと、うん、最悪カメラ回さなくていいわ <laughs> <laughs> 何が面白いわそれは どうやって帰ってきたって話だけ聞きたいから <laughs> <laughs> いやはめたいだけじゃんいやいやだリオはやっぱそういうのが楽しいからなるほどで、はい、もう一個あるのが、はい、リオを、うん、え沖縄県の最南端に連れてってから、うん、あのー、県民性で沖縄のその最南端から中部に帰れるかっていう企画も全部やし <laughs> 北南攻めただけでしょ北と南どっちの人が優しいのかっていう検証ね最低だな実は南部の人が優しいんじゃないかみたいななるほどな車もいいしなまあいろんなね企画やりたいんでぜひこんな企画どうですかみたいなのを我々ところどころの SNS に DM ダイレクトメッセージでもいいですしんかプレゼント企画とかもいろいろねやっていきたいなみたいなコラボ企画もねどんどんやりたいなと。思って ハイサイ探偵団とかかかいいいでですすねとととやったこなハイイサ探偵団コラボしてみようっていう企画もいいんじゃないなるほどコラボするんじゃなくてコラボしてみようどうやったらコラボできますかっていうの聞くわけよハイサイ探偵団にここまで電話してからごめんなさいと我々こういうものですけどどんなたらコラボできますかねっていけますっていうそういけるよだって吉本と UM が提携くんだからなるほど絶対いける絶対いける 探偵団を接待してみるっていうめっちゃ面白いあと社長接待講座とかさ講座そうそうそうやっぱその講座勉強系いやまあそうよねうん勉強系本当にそうよ本当に俺まああと俺俺が個人的にやりたいのもある何ねキャバクラの立ち回りっていううわこれはやった方がいいマジでその本当ト那覇市松山ねこいつもともと俺キャバクラの店長でね店長経験もあって あのーまあ、ちっちゃいキャバクラだったんですけどもやっぱそこでの立ち回り次第ではね、うん、あのやっぱ結婚してる方もいるんで、うん、やっぱ本当に彼女を作りたいんだったらやっぱキャバクラでの立ち回りは考えた方がいいよなるほどキャバクラに行った時の本当のキャバクラの楽しみ方を教えてほしるそう,、うん、そう本当のキャバクラの楽しみ方長くいるだけじゃないわけじゃこれ僕で検証しましょうよだから行ったら<は>でお前から知識を全部得てうん、うん、僕が実際にキャバクラ行ってみたっていう動画を撮りましょうああいいかもしれない 既婚者ですよねうん。で、僕は未婚者でございますから。でもお前が何回もキャバクラで失敗してるところ見てるさ。は見てますよ。それを徹底的に直していくっていう。直らんってお前。なんかそれ。お前とアリンクリの日リュ優とだけは直らん。嫌だ、悲しい。キャバクラ行って、急に告白したりするさ。当たり前やし。当たり前じゃないか。当たり前じゃないよ本当にその。だって可愛いんだもん告白しといた方がいいでしょ。いや、お前、すいません、結婚してください。 おいよいよすいませんってよやのごめんなさい当たり前やし <laughs> <laughs> まあそういうなんかそういう授業もできたらいいなみたいないい、ね、面白いしねしなんか実際にキャバ嬢とかも呼んで喋れたらなみたいなとかもだしね、うんうん、なんかいろんなそういうなやりたいよな、うん、そういう何ていうのそのモアイでの立ち回りとかよモアイで一番最初にあのお金もらう方法とかさ <laughs> これめっちゃいいな <laughs> 本当にそう。 先に入れとくっていうのマジ今月俺マジ今月やばいからって LINE を前もって入れとくみたいな近づいてきたら入れてくくやつれるんですけどそのままもう1か月前ぐらい一か月前に今回ごめんなさい本当に俺でいい俺そもそも俺モアイっていう文化もわからんからちょっとそれ説明してほしいわけよ YouTube でねああなるほどね沖縄のモアイの文化ってんか俺まだ参入してないわけよ あれは集まるきっかけな上にあれですよいたら助け合いですよいたらお金を集めといて今月この人事取ってみたいな種類もなんか2種類ぐらいあるんだよね積み立て方式とそのお金回す方式とかねねこれ一口に5万とかいやそこまで高くない1万とか5000円とかから始めるそんな小学からでも始めきれるんだでそれで例えば人数が多かったらそれまあいったら社長さん暮らすとこになったらもう10万ぐらうわ 一気にダーン入ってえ<ー>、うん、パターンですよそれ俺なんか参加することできないのかなできる子や一生懸命頑張って一発目ですみません一回一回目もらっていいですかじゃゃもう消えるじゃんってなるじゃないですか<ん>いなくなる違うだから社長のモアイに参加して一発目もらって起業して返す新しいクラウドファンディング超えましたね一番,一番簡単よそれわかる賭けだよそれ かけよ準備は職場だから準備が全部整った時にモアイに初めて参加するお前1ヶ月で何かしないといけないの 1>, 1ヶ月でその分の売り上げ叩き出せばいいからやっぱ一番最初お店始める時もやっぱ資金が必要だから、はい、その資金を一撃で手に入れる方法はも社長のモアイの一発目取る社大社長よしかも <laughs> <laughs> っていう感じでね まあ、どんな感じをや、YouTube やっていきたいなと思いますんで、はい、今後ともぜひ、ところどころラジオよろしくお願いします。しますそして2020年のところどころラジオは、ですねす来週の、えー、12月25日で生放送ラストとなりますので、ぜひ皆さん、最後までよろしくお願いします。それでは、ところどころラジオ、今日はこの辺で、このラジオは有限会社、紅葉自動車販売、株式会社、沖縄ブレグ、そして那覇市泉駅、春斎伊朗さんの提供でお届けしました。それでは、皆様、また来週です。 これあれだ。追いキャスがございますか、ね。追いキャスがありますね。五十八分残り二分ぐらいですかね。<い>ありがとうございます。サイコさんもメッセージありがとうございます、はい。どんなメッセージなんですか。いやだからそのグランドバトルの。懐かしいですね。懐かしいな。めっちゃソップし早かったよな。あなんか早かったな。デ出早かった。攻撃弱いけど。 かみんなルフィよりゾロ使いたいところかったそうそうそうゾロカウンターがあるからあとためわさっていうのがあって3000世界はずっと回しとけるんですよああって懐かしいピャッピャッピャッピャっていけるからでそれが当たったら3000世界シャニクランシャクロンだからゾロ使いやすかったですうわ懐かしいなんか昔のゲームやりたいな昔のゲーム超面白いもんな昔のあの有名なゲームじゃなくてちょっとマイナーだったゲームみたいな俺パラディウスっていうやつがめっちゃ好きでんでパラディウス 飛行機ゲームなんですよシューティングゲームプラディウスじゃなくてパラディウスっていうのがあってプラディウスのパロディーがあるんですよだからパラディウスってやつめっちゃ面白いからあるんだそんなめっちゃ面白いプラディウスはもう縦画面じゃないですかねプラディウス横あじゃあもう完全パラディウスですあれでスタートボタン押して上を下左右左右 BA で全部カスタムされるみたいな裏技知ってるのかい裏技もあらこれ有名な裏でめちゃくちゃ 裏技とかもありますけど俺サムライスピリッツとか見せるわかるわかる、うん、剣のね剣のストリートファイターみたいなはい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 めっちゃ面白かったあれあれの天草城時崎っていうやつの裏技出し方なんだけどさ、うん、あの最初のカプコンみたいなのあるさ <laughs> みたいなのの,の時にあの R と L をちゃんちゃんって2回押するんですよそしたらヒャオーって言うんですよそしたらもう次の画面から、うん、あの天草城時崎使いますから誰とくわその情報 もう有名なやつですよ。天草市の時崎もめっちゃルガールぐらいつですよ。いや、わからんばい、ルガールも俺。あの、雑巾の。キングオブファイター絶対にや俺、ああいうゲームはね、やってこなかった。僕も。あの、なんかこう、めちゃくちゃコマンド押すけ。あれ、とっても苦手だった。俺も苦手だった。俺もう地道に作るやつ。俺パパープロとか。ああ。俺もう大暇でね。はいはい。吉本芸人全員作りましたから。なんか言ってたの、お前な。 パープローかパープローとか超面白かったなパープローも全然できないな俺なんだろうなあ俺もドラクエとかかなお前すごいな俺 RPG がめっちゃ好きだからドラクエできるって相当すごいぜもう何何だ一番だからドラゴンクエスト5とかもう死のでやりこんだからなもうあ,れあのトルネコとか超面白いでしょトルネコ面白いガーゴールでたら終わりなんでしょう ガーゴール出たら終わりじゃなくて商人がいるわけよ。トルネコってドラクエとまたちょっと違うのがドラクエってスライム倒して経験値もらってどん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 強くなっていくさ。トルネコはダンジョンごとのスタートだから要するにこのダンジョン行くんだったらレベル1からのスタートだからそっから階段をどんどん下がっていくんだけど地下深くに降りたり上ったりして宝物集めて武器は強いものを手に入れたりできるんだけど要するにレベルは。 ママリリオオみみたたいいいなななのちちっゃやつにるそう最初からレベル1からのスタートだからたまにその商人がガーゴイルだけよガーゴイルが武器みたいなな売って言われて「いらっしゃい」みたいな「ヒノキの棒安いよ」みたいなその一応ガーゴイル普通に喋ったらバイバイができるんだけど物盗んだりとかできるわけよ買ってピッてアイテム拾って間違ったボタン押したらガーゴイルが一生追いかけてくるわけさこのガーゴイル倒そうともさ「追いかけてくんなよお前もういっかな」っつって一撃でやられるっていう。 死に強いんだよ死に強いで全部終わるっていうやっぱり犯罪はよくないよっていうことなんそうそうそう,そう <laughs> 犯罪はダメだよっていうなんか面白いトルネコとかもやってたな俺三国無双とかもあったらしいですもん、ね、三国無双もめちゃくちゃやり込んだなあとなんだろうでも一番やっぱなんだかんだ言って楽しかったのなんだろうな オトガマザーモシュレンスよ。ガイゴクノキ oku、初めちゃくちゃ面白かった音がまず面白いキキ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 っキキ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 キ 全然からんそれでバスケットできるんですよ。楽しんだ実況とかも今の B リーグ作った人がやってますから。やばいっすよ日本の実況なんだ。NBA のくせに。それで自分のやつ作って。出たリオめっちゃちっちゃいみたいな。だけどダンクできるみたいな。やるんですよねお前自分作ったりするの好きだよ選手作ったりな。でも現実とおへいですよね。 俺,それが俺,俺逆にそ,のもうそこにいるキャラクターしか使いたくない。ななるほどなオリジナルキャラクターが一番嫌いさ俺なるほどな既存キャラクターめっちゃ好きだから。分かるでもそれ分かるそれも楽しいですよね。か<ー>、うん、かるななんいいろろ特性をなしってん。あ<ー>面白い。まあちょっとね、あのー、ごめんなさい。ちょっと普通に素でゲームの話しちゃいましたけども、また来週のクリスマスイブ。クリスマス、うん、イブじゃない。25だからもうクリスマスよクリスマスの日だ。 クリスマスの日に所々ラジオやりますのでは、はいぜひ皆さんまた聴いてください。本日はどうもありがとうございました。はいし